7試合負けなし3連勝中の4位鹿島アントラーズは過去21勝5分け23敗リーグ戦50回目の対戦となる13位清水エスパルスとのアウェーゲーム。水曜日に天皇杯を勝った清水に対し、水曜日に天皇杯を戦った清水に対し中6日で戦う鹿島は11分西のクロスのこぼれ球を小笠原、この試合のファーストシュートを放つとその直後にはダービーが狙います。守ってはアンダー21日本代表に選出された上田を中心に清水にチャンスを作らせず、2007シーズン以来6試合勝てていない IAI スタジアムでペースをつかむと23分にはカウンター、太陽のクロスが流れたところをダービー、しかしボールはポストを叩き先制点が奪えません。すると耐える時間が続いた清水は31分、リーキでのクロスをノバコビッチ、石毛がつないで最後は大前、大前の公式戦3試合連続ゴールで清水が先制、ワンチャンスをものにし試合の流れを変えます。追加点を狙う清水、44分にはリーキでのフリーキックに石毛が合わせますがここは惜しくも枠を捉えず、リズムが悪くなった鹿島、試合序盤から井上智弘主審の判定に不満を見せていましたが、前半終了間際上田にカードが出されると怒りが爆発、前半終了後も猛抗議を行います。一時騒然とした中迎えた47分、1点を追う鹿島は海王が狙いますがシュートはポストを叩くと試合は依然清水ペース、56分には先制ゴールの大前、さらに58分には石毛のスルーパスから河合が狙います。しかし清水が追加点を奪えずにいると59分の鹿島ペナルティエリア内で海王が吉田に倒され PK を獲得、この PK を小笠原が決めて今シーズン初ゴール、一気に逆転を狙う鹿島でしたが63分、上田がこのプレーで2枚目のイエローカードをもらい退場してしまいます。鹿島が1人少なくなりますが66分、今度は鹿島の途中出場遠藤を倒したイキジェに一発レッド、これで10人対10人の戦いに。このプレーで得たフリーキックを小笠原、これが決まって逆転、小笠原は2007シーズン第20節以来の1試合2得点。さらに鹿島は72分、遠藤のクロスにダービーが合わせて3対1、リーグ戦50回目の対戦を制したのは鹿島。アウェーでの清水戦で2007シーズン以来の勝利を手にして今シーズン初の4連勝です。